書いてたんですよね。全部ねじれてます。あっ、いっそー、あー、暴れてる。腰の疲労がなかなかたまんなくなるんです。噂の神田の王子です。哲学同心経営の井上です。哲学同心経営の野口です。前回の動画でフルコースでやっていただいたので、恩返しだ、恩返しだ。ゆきちゃん吸ってみた。よろしくお願いします。吸われちゃいます。実際不調どうなんですか？3週、4週の前にちょっとめまいがあって、吐いちゃったんですよね。戻しちゃった。はい、もうびっくりですね。実際ストレスの影響とか気温の影響は強いと思う、まあ、お体の状態も見ながら、はい、今日だけしかできないので完全に整えるのはあれですけど、できるだけ体調良くしたいと思いますのでやってみましょう。ではちょっと体の動き見ていきましょうか、はい、首を天井の方を向けてもらっていいですか？そこに？意外と硬いですね。うん、ちょっとこの辺後頭部突っ張る感じあります。なんかそっちより、はい、うん、この辺だね。結構ガチに言ってくるね。右はなんかでもそうでもなさそうですね、うん、左が確かに硬いですね。あ、動きは普段あれですか？ストレッチとかされてるんですか？全く。それもそれでどうなったりなんか運動しないといけないですよね。あ、こっち痛いな。あ、やっぱ左のなんか引っかかるな。左の方がちょっと悪そうな感じですね。全体的に背中の左の方が結構突っ張ってしまってるので、ちょっと腰見ますよ。あ、腰悪いね。ちょっと骨盤を後ろに倒しましょうか。え、どういうこと？違う。全部倒れてるじゃん。これ視聴者さん多分ね、硬すぎてね、多分できない人ですよ。あ、そういうことですね。うん、どういうこと？骨盤を後傾です。後ろに背中丸める感じです。あ、そう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 。で、今度前傾させましょうか。骨盤を前傾なんで、前傾だから、そう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 。やべ、なんだこの泳いだ。初めて出会う。もう一回じゃあ骨盤後傾させていただいて、あ、もうぎこちないもんね、カクカクしてる。で、今度前傾させましょうか。はい。なんじゃそれ。ヘルニアをね、やったことある。あ、やったことあるんですね。右左ってよりね、真ん中って言われたんですよ。あ、いや、今はでも左の方が多分負担が強いでしょうね。ちょっとこの辺を水玉で今日やっていきましょうかね。おお、大島マジック。え、一回うつ伏せになってもらっていいですか？王子もちゃんとできるんだぞってところ。いや、誰も疑ってないからそこ。あ、ここ悪いね。お、もう一回座ってもらっていいですか？マジで？どういうこと？いつか手術を出して、もう一回天井を向いてみましょうか。はい、いいですよ。腰の動きに入れてみましょうか。もう一回こう骨盤を後ろに、そう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 、今度前に反らして。もういいですね。カクカク状態でね。楽ですね。楽になる。どうして？なりましたね。お、なんで？打ち合わせ通りだ。なんで？であと左の肩も動き悪かったですよね。左の肩も。あー、でもここはやっぱ重症ですね。ここはちょっと悪いな。この状態でもう一回手を、左手を横から上に。これ楽ですか？きついですか？きついですね。これはどうですか？腰にくるな。あ、これ腰にくるんですね。全部ねじれてますね。あ、でも本当重症ですね、意外と。意外と重症。じゃあ重症です。私どうしよう。労災か。
5歳。オッケーです。じゃあ本当しっかり直しましょうかね。しっかりやって、はい、よろしくお願いします。はい、腰悪いね、本当。でもあ悪い、悪か悪かね。柔らかい筋肉と皮膚ってこういう膨らみがねすごく細かいんですけど、よいしょ、多分この辺とか見てわかるんじゃないかな。こうなんかこう肩っていう、こうしかも膨らみ悪い、ブニっていうの。この辺はねまだね、まだいいんですよ、こう、うん、ブニってすぐ柔らかいからね。この辺のねこう肩こうブニっていうの、うん、腰悪いっすね、ほんとね。先にオイル塗っていきますね。あ、頭真面目なの。なんすかその残念な。なんか冷たいんだなと思って。意外とね、僕のオイルマッサージ好評だからね。うん。でも気持ちよさそう。吸い生受けるのはいつぶりですか。結構久しぶりですか。5年ぶり。でも、ね、この吸い玉受けたことないかも。あ、なるほどね。あの木の。あ、かかん方の方ですね。いえ。まだ何もしてない。行きますよ。あーすごい。おーすごいなこれ。やばいよ。いったー。どうなってる。いったー。なんとこれ。あー暴れてる。いやーすごい。いったちゃった皮は残ってる。痛いよ真っ赤。いや、腰本当悪いね。皮がむけちゃった。むけてないよ、一応言うと。痛いよ。それではこれ一応ね、誤解を生まないように言っておきますけど、弱めでやってますから。おじ先生ひどいとかなんか言われそうだけど、弱めでやる。僕のせいじゃないから。体が悪い。体が悪いせいだって。いや、ほんと硬いね、ほんとに。体が悪いそうですよ、野口さん。やばい。強めじゃないんだって。ちょっと楽になったんじゃないですかね。うん、うん、順応早いな。あ、でも腰の方がやばいかもな。あ、腰がね、やっぱり癒着がひどいです。わぁ、いいじゃん、めっちゃ笑ってるし。だって、いや俺もこうだったんだなっていうさ、回想シーンとともに見てるのって楽しいなって。ねじれちゃう。わぁ、腰やばいな。でも一応弱めにしてますよ。症状によってはね、そのいわゆるおけつって言われる、まあ、トリガトの考え方なんですけど、古い血とか悪い血って意味合いがあるんですよね。それが残ってると結構症状がひどくなるとか、なかなか改善しないっていう症状が出ちゃうので、そういった症状ってやっぱなかなかお薬とか西洋医学のアプローチだけだと改善しないことがあるので、症状で悩まれてる方はね、ぜひちょっと鍼灸院にも相談はしてみるっていうのはすごく有用です、ね、普段頑張ってるからなんですけどね。ねっ、ね、そうですね。ありがたいです。今日時間ないんでちょっと少なめに、ね、最低限だけします。ちょっとじゃあこのまま時間置いていきましょうか。いやー、なかなかよ、色何、うん、哲学堂さん、このライトの感じがちょうどなんかあれですよね、ロースターみたいな。焼いてるみたいな。そう、いっだいぶこうじわじわしてる感じがこうすごい。え、足も行くの。野口さん足あれですね、なかなか悪いですね、足ね。足はえぐいっすよ。今回のテーマはゆきちゃん吸ってみたな。ゆきちゃん吸っちゃうって。やだよって。やだよ。はい、はい、オイル塗られました。でも本当少なめでも本当緩むっていうのをね、足は、うん、やっていこうかな。
なかなか康介先生にやってもらう機会ないから、なんせ九州だからさ。怖いよ。いきます。だから僕も1点怖いのはね、ゆきちゃんファンに僕を嫌われないかなっていうのがちょっと怖い、ね。優しく優しくだし、ほんと優しく痛いよ。でもね、これ皆さんね、動画では伝わらないですけどね、すごいブチ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 言う足。ほんとにね、いわゆる筋膜の癒着的なものとか、筋肉のコリが強いと、やっぱね、温めるとかだけだと痛いし、痛い。マジですか？マジ。いい色になるとでも。この短時間でこの色。あ、本当？うん。すげえ解放感。この解放感は本当癖になりますよね、水田の。これはこれは。いやあ、いいね。久しぶりの水田だからな。極端タオル、今日暑い。あ患者さんにはちょうどいい温度って好評なんですけどね。背中のホットタオルね、気持ちいいですよね。結構背骨がもうねじれてる部分があるので、僕あんまりその背骨の歪みとか傾きっていう表現は好きじゃないんですけど、本当に本当にねじれてる。右の筋肉が硬すぎて背骨が引っ張られてこうねじれてるっていう。真っ赤か、本当すごい。これはでもちょっと翌日多分ドス黒くなるでしょうね、この色では。前回のね、圭介先生の動画でも高笑いしてたゆきちゃん先生、やっぱ人の不幸って笑っちゃダメですよ。まあ不幸って不幸じゃない、喜びです。共有しないとね。そうシェア、シェア、シェアの時代だから、うん、SNS だから、みんなシェアしてください。共有ボタンからシェアを。もうやっぱでも背骨が悪いね。いや、むくみすげえ。やめましょうか。背中どうですか？あるある。今この座った感じで腰と背中はどうですか？うん、楽ですね。楽な感じあります。天井向いてみましょうか。特にきつい感じはないですか？うんうん。じゃあ骨盤後傾させて、はい、今度は前傾させて、お、滑らかな。うん、そうですね。後傾、前傾、はい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 、はい、だんだん速く、だんだん速く、前傾、後傾、前傾、後傾、前傾、手が下のかと思った。この動きさえしっかりできるようにしておくと、腰の疲労がなかなかたまんなくなるんですよ。あ、そうなんですね。実際この仙腸関節っていって、この骨盤と腰骨のつなぎ目の関節がビルでいう免震構造みたいな働きをしてるんですけど、この部分が固まっちゃうと足からの衝撃が全部ここに溜まっちゃうんですよ。本来であればここが吸収してくれるんですけど、それが生きてるか生きてないかっていうのが、この動きができるかできないかなんですよ。だからこの動きができると下半身とか腰がね、すごく疲れにくくなります。うん、はい、いいですよ。あ、腰これ立ったらすごい楽なの分かるんじゃないですか。体に入れたり動かしたり、うん、ないですね、変わります。うん、いいです。違和感ないですか？はい、はい、こんな、うわ、すごすごい、やばいですね。
やばいですね。やばいですね。今回はとりあえず吸い玉だけしましたけど、本当はやっぱり腰の部分とかあとめまいとかだったら針の方が有効な場合っていうのが多いんですよね。だからこればっかりはやっぱ実際に症状を聞いてお体の状態見てみないとはっきりわからないので、まあ、そのために1回はですね、ぜひ受けてみていただいて、あ、ここの先生いいなとかこの施術いいなと思ったらぜひ継続してあの治療を受けられてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。今期の哲学堂さんのモニュメント。すっかりクリスマスですね。はい、これね、ゆきちゃん先生が作っているそうなんです。すごいですよね、これね。というわけで、お届けでした。どうでしたか？痛かったです。まあでも本当、こうなる前にやっぱ普段からね、ケアするって大事ですよね。メンテナンスしないと。お子さんにみんな言えることなんですけどね。はい。吸い玉だけのコースもですね、こちらございますので、吸い玉だけ受けてみたいとか、体の受けてみたいという方は、動画下の説明欄からお問い合わせください。その時に動画を見ましたと言っていただければですね、一番お得な価格でご案内していただけますので。では、次回の動画にお会いいたしましょう。バイバーイ。揃えるの難しいよ、このスピードで。やっぱ2人と3人は、また違いますから。